こんばんは、元男の子の低い声、今これを飲んでたんで低いんですけども声がこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、以前公開したたくさんの方に反響をいただいたこちらの動画ですよ。股間の穴が埋まりかけてますっていう報告動画からですね、いろいろ進展がありまして、この青木が今後どうしていくのか、そして今何をしてるのかについて話していきます。多分気になるのが再手術するのかっていうことに関してだと思うんですよ。初めてこの動画を見る方のためにちょっとだけ説明すると、もともと男性だったからポコチンがついてたんですよ。そのポコチンを取った後に女の子の下半身するために体に穴を開けたんですね。穴を開けたのはいいものの、その穴ってピアスと同じだから使わなかったら塞がっちゃうんですよ。案の定私は塞がりかけてしまって、もともとそこの病院の先生に17センチの深さで作ってくださいって言ったの。ちゃんとそこそこ深く穴を作ってもらったんですけども、それからだいたい5年間ぐらい経ってからかな、まさに今ですよね、本当に6センチぐらいしか、小指1本しか入んないんじゃねっていうぐらいの状態になってしまって、これを聞いて皆さん察すると思うんですよ。だってかのんちゃん彼氏いるのに、なんで小指1本しか入んないのっていうことになるじゃないですか。私は皆さんに伝えてる通り、すごく恥ずかしがり屋なんで、そういう営みを全然しないんですよ。それは向こうも承知の上で。ただ当時私が22歳の頃か、死に物狂いで働いたお金ですよ。そのお金115万で作った股間の穴が埋まりかけてしまったっていうことで、ちょっとそれはさすがにやばいなということでですね、数ヶ月前に出したこちらの動画で、私はもう一回性転換手術受けようかなと本気で悩んでますと皆さんに相談したんですけども、もうここで結論言います。これからですね、青木かのんが性転換手術の再手術をするしないかで言うと、しません。だったらかのんちゃん小指一本しか入んないのに、これからどうしていくのっていうことになるじゃないですか。もちろんですね、そのままじゃ私もやばいわけですよ。さすがに男時代の男友達と付き合ってるとはいえ、あ、これもびっくりするか、初めて見た人だったら。私の大学時代の友達が今彼氏なんですよ。もちろんその時ってまだ私性転換してないし、男の姿で生きてたから超イケメン男子だったのあ、ちょっと待って、なんかすごい男目さ飲んだらめちゃくちゃ汗だくなんですけど、そういう境遇もありまして、彼氏の渡るくんに素裸を見せるのが恥ずかしいんですよ。そういう事情もあって、渡るくんは承知の上で付き合って今、2年、結構長いんですけども、数回しか営みの経験なくて、しかもちゃんと入りきらずに断念するみたいな、まあ、そういうのも含めて数回しか未だに経験ないんですよ。そのことを前動画で話したら、かのんちゃん最低って言われちゃって、本当そうだなとすごい反省して、それからちゃんと私も一人の女として生きていくために努力を始めたんですね。最初まず小指一本からほじくって言ったんですよ。何話してたってことだと思うんですけども、多分私の視聴者さんの中には元男の小指軍さんもいらっしゃると思うんで、こういうことを話しておいた方がこんな風にならないよっていう道しるべになりますので、ぜひですね、私のこの動画を見てこんな風にならないように参考にしてください。まず小指一本から始めて、もうこれだけでも死にそうなわけですよ。皆さんが想像する普通の穴じゃないんで、手術で無理やり元々なかった場所に作って穴だから、本当に傷口に小指を突っ込んでるみたいなもんなんですよ。簡単に言うとかさぶたに小指突っ込んでるみたいな、こんな感じに。だからね、本当に泣きながらやるっていう感覚に近いのかな。それをあの動画出してからちょっとしばらくやって、だってあ、これ伝えてなかったけど、性転換再手術をやんない私の理由ですよね。それはまずお金がかかること。私の飲み屋で働いてたママさんがモロッコに行って再手術をしたんですけども、最終手術の値段がね、80万だったのかな。80万あったらいろんなことできるし、あとは性転換手術じゃん。そうなると動画投稿できなくなっちゃうんですよ。しばらく動けなくなるから、寝たきり状態というか、私も当時そういう状態を過ごしてたんですけども、あの悲劇をもう一回体験しろっていう風にはなれないわけですよ。体にめちゃくちゃ管つながられるんで、またおしっこトレーニングとかしなきゃいけないんですよ。だって当時なんか看護婦さんにおしっこトレーニングで、私自分の股間に綿棒突っ込まれてんですよ屈辱だよね。そういうことがあったんで、もうやりたくないんです。だったらもう自分で何とかするしかないなって。で、一応賞賛あるんですよ。その他のいろんな
元男の子さんの体験談をブログに書かれてる方がいて、この方も私のように小指ぐらいまでしか入らない感じに塞がってしまったみたいな。で、その人はだんだんと日に日にこの指の太さを変えていってほぐしてまた元の感じに戻していくっていうことをされてたんですけども、これ私もやるしかねえなっていうことで、今ですね、本当あの時は小指一本もう本当6センチぐらいしか入んなかったのが、今ちょっとあの動画でやりづらいんですけども、中指は全部入るようになりました。イエイ、すごくない？中指全部入るってことはさ、10センチぐらいかな、10センチいかないか、10センチいかないぐらいの深さまでは戻ったんですけども、すごいね、血が出るの、びっくりするぐらいに。それと同時になんか貧血っぽくなるんですよ。だから1日30分間ぐらいを毎日寝る前にやったりとかして、それで今の状態に戻ってきたっていう感じです。なんでこの感じでいけば再手術の必要ないんじゃないかなって。ただ一つ不安なのが、穴ってこういう風に横からさ、こう見るとなってるわけですよ。で、奥からこうやってしぼまっていくのね。奥からしぼまっていって、だからこうだよね。こうからだんだんこうなっていくわけですよ。私今多分ここまで来てるけども、じゃあこっから先はもしかしたらここが完全に癒着っていうか、もう本当に埋まってたらこれが限界だと思うんですよ。こうなるとちょっと変な話、10センチ以下の人しか受け入れられないという状況なんですね。どうなんだろう、今頑張って6センチから10センチぐらいに回復しかけてんですけども、これが単純にこうじゃなくてこうこうでこう入りにくくなってるだけだったらいいんですけども、こうだったらやばいよね。こうだったら多分最手術またここの部分を上げなきゃいけないから、そうなるとちょっと悲劇かな。まだわかんないんですけども、ちょっともう少し頑張ってみようかなと思います。大連ション棒っていうのがあるんですけども、それ今一番細いやつ使ってますね。こんぐらいの直径、直径こんぐらい、多分こんぐらいの直径のやつかな。最後ら辺のやつはこんぐらいだったんですよね。いろいろ段階あるから、大連ション棒って今これだから、これの9センチぐらい。私の周りの中にももういいやって言って諦めて全部埋めちゃう人とかもいるから、これはちょっと性転換手術の費用もったいないよなと思っちゃうんで、もう少し頑張ってみようかなと思います。この青木ですね、前髪を切ったんですけども、また眉出しスタイルで頑張っていこうかなと思いますっていう感じで、久しぶりのこの性転換にまつわる話の続編でした。少しでも、あ、そんな感じだったんだって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらもぜひ、画面の人からフォローお願いします。最近 LINE 公式アカウントでは、YouTube で出さないオリジナル動画毎日配信してますので、ぜひそちらも画面の人からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。